ます。今日はですね、私 の, 中学、高校、あるいは大学の先輩であります、尾身大先輩に、お越しをいただいておりますが、ご案内のように、もともと公務員でいらして、今は民間にいらっしゃるということなんですが、よくその公務員を辞められた後の活動ということが、まあ、いろんなことでいろんな方が、いろんなことを言っておられますけれども、一番の違いは何かなっていうことをちょっと伺いたいなと思いまして、今ちょっと前に伺ったら、公務員の時にはひげを生やされてなかったっていうようなことも含めてですね、まあその活動面でどういうところが違うかっていうのをちょっと伺えればと思います。はい、まあひげはですね、公務員を辞めた後、一つ変装をしてやろうということで生やし始めたんですね。それやっぱり気分転換を形の面でも表したかったっていうことがあります。国家公務員の時というのは特に、まあ、金融庁大蔵省、旧大蔵省というところでしたから、非常に権限の強いところに所在をしていた、政治プロセスとも関わりが大きいということだったもんですから、やはり発言にしても、あるいは実際身の振り方にしてもですね、そういったことをわきまえて相当抑制的にしなければいけない、言いたいことがあっても言ってはいけない場面の方が多いということだったわけですが、まあそういう身分を離れましたので、民間に身を置いてももちろん言動には責任を持たなくちゃいけないんですが、そうした国家権力みたいなものからは離れたところで自由にちょっと物も言ってみたいし、活動もしてみたいということがありまして、まあそういう、まあ、国家公務員を離れるってことはそういう意味もあるんだろうと思いますのでですね、経験を生かしてそういう発言ができるようになった、そのことを、まあ、外にも表したいということで非常に分かりやすいお話でありがとうございます。今おっしゃったことで、民間でももちろんその言葉には責任を持たなければいけないってことはですが、国家権力から離れて逆に言葉に責任を持ちながら、自由に発言する、これは大変、いろんな意味でその日本のためにも、役に立つんじゃないかなというふうに思いますけれども、やっぱりかなり国家権力から離れるとその分だけ自由になるという実感というのは大きいですか？あります。特に私の公務員生活の終わりの3分の1ぐらいは金融行政だったわけですが、ちょうどその時期が日本の金融危機、まあ、1997年秋以降のですね、時期に重なっておりました。まあ、その前重債問題の頃から金融行政にはいたわけですが、したがってその強権発動をする、場面というのが非常に多かったと同時に、まあ、一応その危機が一段落した後もですね、民間の事業者の方からするとそこまでなぜ言われなければというような、相当強い行政的な指導もしたり、あるいはルール作りもしたりということがありましたのでですね、自分自身やはり相当権欲的にそういった権限行使をしないと行き過ぎてしまうということがあるし、理解を得られないということだろうということで、随分それを意識していたということはあります。で、当時の大臣、歴代何人かの大臣にも長官時代にはお伝えしましたが、やはり皆さんですね、その点には神経を使っておられましたね。ですから、まあそういうこともありますので、ことさらに多分いろんな仕事が公務員にもありますけれども、ちょうどそういう時期に、公務員をやっていて、しかもそれなりの責任ある地位にいたということがありますので、心理的には随分とそのことが負担にもなっていました。やはりそれが解けたというところで、あとは経験を生かしたいなということですね。どうもありがとうございました。